送りしてまいりましたけど、いかがでしたでしょうか。もうすぐ終わっちゃいますね。早いですね。もうね、もう最先端の技術でスタッフロールとかももう CG でやってるんですよ。そうですね、はい。まあ今日のこの1時間の番組をギュギュッと凝縮した番組がこちらです。10月の14日日曜日夕方4時30分からサモン社長の番宣でごめんお送りしますので、ぜひご覧ください。こちらも模様を綺麗に編集しましてね、そうなんです。さらに来月の11月の2日金曜日、またこの深夜に番宣でごめんを放送いたしますので、はい、第2回ですね、はい、その時のためにどんどんとあのネタをですね、はい、Twitter とかに書き込んでもらいたいと思います、はい、今日の放送でご永年貯めた方はキーホルダーと、こちらのねキーホルダーと交換できるということなんですが、こちらの宛先、はい、こちらです。最新の CG が下に、はい、すみません、こちらに皆さん送ってください、はい、キーホルダー希望と書いたメモを封筒にご永年と一緒に入れまして、番組宛てに送ってください。はい、でまた永年を貯めて金貨銀貨と交換希望の方もこちらの宛先によろしくお願いいたします、うん、ということです。はい、はい、どこまで伝わったでしょうか。はい、最後にこちら、ね、はい、ツイッターでどんどん今後もつぶやいてください。お願いします。はい、よろしいですかね。はい、お待ちしております。ちょうど終わりましたね、この終わった、はい、終わりか、ね、最新の終わりましたね。というわけで、いかがでしたでしょうか。また11月にお会いしましょう。その前にライブもありますからね、はい、伊勢さんいかがでしたか。いや、ちょっとまあ、眠たさも途中で吹っ飛びましたね。またお会いしましょう。おいしい。